戦争の天才？驚きの方法で戦った軍師たち。三国時代の天才軍師、諸葛亮と周瑜。再び活躍できる場を求め、頼りになる人材を探していた劉備は、ここでその後の人生を決定する人物、諸葛亮に出会う。先生、この乱世の中、我が血筋でもある漢王朝の天下を復活させるためにはどうしたら。河北の曹操、江南の孫権、そして劉備殿、この3人で天下を三分してはいかがでしょう。天下三分？まずは劉備殿がこの慶州を拠点とし、益州、蜀を治めます。その後孫権と連合して曹操を攻めます。曹操の南下を阻んだ後に、曹操と孫権、そして劉備殿の3人で天下を三分するのです。この天下三分の計、私が孫権に同盟を申し入れてまいりましょう。208年、曹操の侵攻に対して慶州は降伏。曹操は次に孫権へと狙いを定めた。なんとか逃げ出したものの、早く孫権と同盟して迎え撃たなくては。曹操が大軍を連れてこの江南に攻め込んでくるようです。兵の数では向こうが圧倒的に有利だな。敵は大軍ですが、慶州にいた劉備殿が同盟を申し入れてきております。受け入れるべきでしょう。それに私に策がございます。曹操との戦いを決意した孫権は、諸葛亮を通じて同盟を申し入れてきた劉備と組み、曹操の大軍に立ち向かった。両陣営の水軍は長江中流の石壁という場所でしばらく向かい合ったが、やがて周瑜の作戦が実行された。曹操様、孫権の武将が船でやってきて降伏したいと申しております。殊勝な態度ではないか。あの船がそうか。燃え出したぞ。しまった、これは敵の計略だ。船には油を染み込ませた薪が積まれていた。炎上した船は曹操の船団に突っ込み、揺れないように互いの船を連結していた曹操の船団は瞬く間に火の海と化した。なんということだ、40万の大軍が。兵の大半を失った曹操は北へ逃げ帰ることになった。この石壁の戦いにより、曹操、劉備、孫権の3人による天下の形成の基礎ができた。戦国時代の伝説的軍師、山本勘助。第4次川中島の戦い、八幡原の戦い。1561年8月、謙信は越後の国から13,000の兵を率いて川中島の南西助山に陣取り、武田軍は総勢20,000の兵で千曲川を隔てた塩崎城に入る。おや、そりゃなんだい、紙の旗だよ。たくさん作って村中に建てろと武田軍の軍師様からお達しさ。夜はかがり火を焚いて大軍がいるように見せるんだってさ。正虎様、ただでさえ手強い武田軍の軍勢があんなに。恐れることはない。武田が越後の国を攻めるのに兵を大勢送り込んだのなら、こちらは手薄になった甲斐を攻めるまでだ。さすが正虎様。こうして千曲川を挟んでの睨み合いは6日も続いた。これ以上睨み合っていても無駄じゃ。ひとまず全軍海津城へ向かうぞ。海津城。戦が始まってすでに10日。いい加減決着をつけたい。勘助よ、何か良い策はないか。そうですな。では、キツツキの戦法というのはいかがでしょう。部隊を2つに分け、一方が上杉軍の背後から攻撃、もう一方で本陣の前に上杉軍が出てきたところをやっつける。よし、すぐに配置につけ。兵糧の用意だ。はは。あれは飯を炊く煙。武田め、いよいよ動くか。我らも動くぞ。かがり火を焚き、陣はそのままに。そして一切の音を立てず西助山を下るのだ。そうして
夜の闇に紛れ両軍は動き出した。鉄血宰相を支えた天才参謀モルトケ。1862年、プロイセン王国新首相はオットー・フォン・ビスマルク。ビスマルクは国王から抜擢され首相に就任する。プロイセン議会下院予算委員会。就任早々、議会が軍備拡張のための予算を否決。その時、まだご理解いただけないか。今起きている大問題は演説や多数決ではなく鉄と血によってのみ解決されるのだ。鉄と血、それは銃弾や兵士たちの血、つまり軍事力でドイツを統一するつもりか。この演説によってビスマルクは鉄血宰相とあだ名されることになる。ビスマルクは早速行動を開始する。首相、デンマークの新国王がシュレスビヒ・ホルシュタイン公国のうちシュレスビヒをデンマークに編入しようとしております。あの地にはドイツ系住民も多く、デンマークからの解放を望んでいる。チャンスだな。オーストリアも誘って出兵しよう。1864年、対デンマーク戦争開戦。プロイセンプラスオーストリアが勝利した。シュレスビヒ・ホルシュタイン公国はプロイセンとオーストリアが共同で統治することとなった。しかしビスマルクは、ドイツ統一のためにはオーストリアは邪魔だ、ここらで叩いておきたいのだが、どうかな、モルトケ参謀総長。同感です。戦争準備は整っております。プロイセンはオーストリア領に軍を進めて挑発。1866年、プロイセン・オーストリア戦争、不応戦争が始まる。我が国には技術がある。クルップ工場は大砲もライフルも出来がいい。発達した鉄道網で兵員を速やかに投入できるし、電信で戦況を素早く伝達できる。旧式のオーストリア軍など敵ではない。モルトケは産業革命で発展した鉄道や電信などを戦略に生かし、わずか7週間でオーストリア軍に勝利。オーストリアはドイツ統一の主導権を失ってハンガリーへ目を転じ、翌1867年、オーストリア・ハンガリー帝国を成立させた。本日紹介した天才軍師たちが気になる人は、世界の歴史第3巻、日本の歴史第7巻、世界の歴史第12巻をチェックしてみてね。